これは綺麗に大体できまして、うん、ここに本当は石灰塗るんだけどね、うん、その前にねちょっとこれ枝がね長年ほっといたんでねこれあの元気つけるために剪定してないの。あそう、うん、これわざとねこうやっていっぱいボサボサでしょ、うん、でも大体もうこれであの 100% 剪定 OK の時期になったからね、うん、これはもうこれからねちょっとあの寂しくなるけどやっぱり剪定せんとね、うん、これからこう来てさ、うん、ますます見にくくなるでしょ、うん、だから大体これ目的のとこへまだまだ目的はもうちょっとあるんだけど、うん、大体の大雑把な流れはできたのね、うん、こうやってズグズグって やってもいいんだけどね、うん、やっぱりそれではねやっぱりちょっとあの木もね回復がねちょっとあの遅れる恐れがあるんだよね。やっぱりこう長い元気ないいとこだけ取っといた方がこういうことですからね、あのバリカン狩りって我々言うんだけどね、ゾロッとね取る方法もあるんですよ。こういう一応ちょっと薄玉にしとくんですよ、生え際から取ると、うん、とにかく長くなったところをねちょっとこうこうやってやるのもいいんだけど、うん、ちょっと押さえてちょっと何本か残してこうやって切っていく、うん、回復早いの。なるほどね、うん、棒にしてしまうよりね、うん、ちょっと横にね葉っぱをさこうやってあったらこういうのがあったらここはここで一つの棚だからこれはこれこういう棚にするつもりなんですけどね、うん、ここはねだからまあこれは今ちょっと上げとくか上にこういう感じでしょ。だからこの棚にするつもりだからこの長いのをこれところどころ切ってこう薄作りって言ってね、うん、こうやって言ってもまたここから出てくるんだから、したらこういう隙間は自然とね、隠れてくるから、うん、でちょっと長ちょっと身を引いてちょっとたまにこうばっかりやってるとねダメだからちょっとこう体引いてみたら、うん、だいたいライン長あの大雑把なラインがわかるでしょ。でこれなんかだったらこれみんなこれ下ぶら下がってるね、うん、これちょっと落としてさ、うん、して上のやつもこう極力こういう一応素材的にねこれはあのちょっと半分あの見捨てられかかってたからねこういうのに限って大事にしてやんないとね、うん、ふてくされるからね。それで最終的には先は一本一本もハサミっていうのも大変なんで、うん、やはりちょっとこうね押さえてね押さえて指先でこう抜く感じね、うんうん、こうやってちょっと太い2年枝はできないけど、うん、今年伸びたやつはみんなこれできるからこうやってなんとなく棚になったでしょ、うん、1つ2つ3つと、うん、でこの木はねあの流れ的に言うとこれを頭にしたいんだよね。こういう風にしてこれを芯立てしたいわけ。そうするとねこれだったらどれが死んだか分かんないんでね、うん、やはりあの邪魔するやつは避けてでこれぶら下がるやつも避けてこういう感じででねこうやってどっぱらから出てくるやつあるんですよ。こういう元気のいいのもでこっちにはもう枝いらないんでね取っちゃうんですよね。そしてこっちには枝欲しいんでねちょっと残しとく裏側こっちちょっと欲しいでしょ少しね、うん、だから将来のこと考えてこういうのをちょっと残しておくんですよ。どっぱらから出たやつ元気とこういうのがねいっぱい出るからそれをねあの必要なやつは残していらないのは小さいうちに積んどくと。でこれがまたもっさもさしてるでしょ、うん、そうするとさこっち側の枝とこっち側の枝がね同じような大きさになってるとね、うん躍動動きが感じられないよね。ただね、うん、ただどっしりしてるのはいいけどやっぱりこういう躍動感ある木っていうのはさやっぱりメリハリがついてんだよね。これメリハリってただポコッと丸くなってるでしょ、うん、この枝がちょっとねあの葉が多すぎるんですよ、うん、もちろん今取ったからこっちすっきりしてるけど、うん、これもすごくねこっちが多いでしょこれね、うん、こっちが綺麗でしょ大体、うん、剪定したからそれはそうだけどさでこういう感じにして今度はこの左側そしたらさこの木はね一応正面的にはこういう感じに植える予定なんでね、うん、そうするとねこれはねえばって出なくてもいいんですよ。これバサバサでしょこれ
黙っておいたらまたパサパサっとなってくるから、うん、今チャンスだからこうやって抜いとくとね、こっから次出るやつはさ、また下から出直しだけど、うん、もっと数がたくさん出るね、うん、数がいっぱい出るし短くできる。数がいっぱいできるってことは徒長枝が出ないで小枝がたくさん出るからね、絶対剪定って必要なんですよ、うん、黙っておくと長くなるだけですよ。こんな感じで大体の大雑把な剪定はこういう感じね。ちょっと後ろがね、まあこれちょっとどぎついですけどね、針金ねなんかでね、うん、これ外してここがふわふわっとなってくるとそんなにこの極端な曲がりは気にならなくなるからね。あと 1,2 年辛抱したら俺ら出世するよ、この木は、うん、ちょうど手頃でいいですしね、うん、もう このぐらいのね、あのかなりダメージ受けてるんでね、ちょっとは鉢深い方がね、あの回復が早いから、うん、この次あと何年かここにやるときにはもうちょっと浅くてもいいけど、まあこの鉢でいいでしょう、 3,4 年は、はい、それでこれでちょっと入んないようだけど入れちゃうからね、うん、もうちょっと切っても大丈夫ですか。おお、植木屋さん、待てに巻いてるわ、磨き。それでですね、これに入れるので、はい、こういうあの鉢は穴がね横に開いてくれればいいんだけど開いてないわけでしょ、うん、だからここから穴開けてこう通さなきゃならないんですね、うん、それはそれでもってね、下からこうちょっと針金長めに出してね、ここに穴開けてこっちからこう引っ張り出す方法と、うん、そうするとどうしてもこう上にこう出ちゃうんでね、これをこっから4本こう出すんですよ、うん、こうやって、うん、そしてスッとやってこの角角で止めるっていう方法ね、うんうん、その方がこれはいいね、あの針金の跡も見えないし、うん、入らないからもうちょっとね切れるハサミでスパッと切れ、うん、うちのハサミはどんなでも切れるけどねいや切れるってね、使う人によるんですよ。使う人悪かったらどんな切れるハサミでも切れねえかね。何使っても切れねえなって言ってたよね。いやーっていうのはね、私が使うと何どんなハサミも切れるんです切れないハサミでねこうやってってこうやってねじったりすると絶対ダメ、うん、あハサミでねじるとね根も悪いし、ハサミをここの長板が傷んでくる。さあちょっと入れてみましょう。はい、また大きい。いやあのね、下から針金出す都合あるからね、うん、位置的にはこう悪くないですよ、うん、だからこれはねもうちょっと浮いてもいいぐらいだからね、大体これでいいです。で鉢がこうだから根も大体ね鉢のラインにこう合わせて切っておけば、うん、これはあれですよ、いっぱいいっぱいでねえねえ出てどこに出るんだっていう感じだけどね、うん、あの小さいのがいっぱい出てくるから結局大きい鉢と違って、この大きい鉢だったらちょっとその5年ぐらい植え替えしなくてもいいけど、こうなるとね2年か3年目にね抜いてまたね切って同じ鉢に植えてもね全然木は変わんないから、うん、これはですねこうでしょ、これ今下から吊り上げるんでね、うん、こう真ん中にやっちゃうとね真ん中で止めんきゃなんないからね、片側ちょっと長くなるようなね塩梅でね、うん、こういう風にしてこうこの穴の大きさぐらいの長さこうあれでこう
巻くのね、こういうふうにこうでしょ。どっちかはちょっと長短くした方がね、うん、最終的に仕事しやすいんだよね。それでこれもねこうでしょ、こうやってどっちかは長短くする、こういきますね、こうですね、こういきます、こういうことです、こういうことですね。これはね普通は止めたりするんだけどね、針金いっぱい出すから ね、 そうだね、穴はなくなっちゃうからね、止めなくてもいいの、うん、これだけでかい穴だったらね、これずれたらまずいよ、うん、きちっと押さえてこういう入れ方していくんですよ。こういう風にしてこれ長い方から入れると、長い方からこう入れるでしょ、こうやってね、まあそういうことです、こうです、こうやって入れてって同じ長さにしたら向こうも入れるときこっち外れちゃうね、うん、これまあそれはどうでもできるんだけど、止めるときにねやっぱり楽なんですよ、うん、片側長いとこういうことね、うん、こういうこと、そうするとこっちに4本出てくるの、こうやって、うん、こうやってこうやって、次は植え付きです。はい、まあ、こんなとこにしといてね、こうでしょ。それでこの木はね、うん、これ下こう平らにしちゃったの、うん、だけどね、あの基本的には植え替えするときは必ずね下はねへこますあります、うん、ここに水入んないと木って弱るからね、うん、真ん中に必ずねちょっとこう落とすの、こうやってこういう感じでね、こうもうね上から水やったやつはね大体周りに行っちゃうのさ、うん、それをねここに入ってくればもう閉めたもんなのさ、うん、ここに入ればおのずとね水は必ず濃いけど、ここに入んないといつまでもここがカラカラになってると木だんだん弱ってくるよ、うん、これこんだけ落としてもいいんですよ。特にこの根はいい根だからこの木特別、うん、今回はね、いや悪い根でもやっぱりやるんだよ、うん、こうやって初めて見る人はね根ブツブツ切るからねびっくりするんだけどね、この元気のいい木は特にそうだけど、根はもう切れば切るほど元気なんだよ根は。それでですねこうでしょ、こうでしょ、そんでねこれここにこう入れるんですけど、こう入れるんだけどちょっと待ってね、こう入れるんだけどね、今こう真ん中がね引っ込ましたから、うん、係長そーっとねガバッと入れないで真ん中、ま、丸く上がるようにして入れてください。まだ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 、え、そんなもんかな。一回ちょっと試験してみます。これでねだいたいいい位置に行ったらストップするから、あ、まあ足んない、まだ残骸が残らない。オッケー、まだ足んない、もうちょい、オッケー。それでちょっと浮いたぐらいの方がいいんですよ、こうやってね浮いたぐらいにするでしょ、うん、それから押さえつけるの、したらグッと引っ込んだでしょ、これこれでガチッと入ってる。どうしても、うん、どうしても確かめだったらここを押すの、うん、こうやって、うん、したらね入ってなかったらプカッと浮くんですよ、うん、これはしっかり入ってるからもう行かない、うん、これでもって OK さ、うん、これは、まあ、これなぜ4本も出したかって言ったら、これ止めた跡がね上に見えないようにねやったんでさ、まあ、こうなるんです、こうです。それでこのなるべく型で止めたいんだよね、うん、その方が踏ん張り効くしょ、うん、同じ曲げるんでもこういう感じね、これもこの型で止めると、ここで止めると。でこれはね根が素晴らしくいいからね、こんなもんでいいんだけど、本当に根の悪いやつで動くときはこことこの余ったやつをわざと長くしてね、こっちもこれあのわざと長くして余らせて、うん、これはこれでこの鉢はねこれでしっかりもう止まったんだけどね、うん、
こういう余、わざと余らす時もあるのね、うん、それはさ、こっちの方にこう引っ掛けるんですよ、ここに、うん、こういう感じに、これは必要ないけど一応参考にするためにこうやるとさ、万全でしょ。ここにちょっとこう入れて、こうやるでしょ、こう入れて、これを引っ張り上げればいいわけだから、したらあんた振り回しても大丈夫だよ。振り回してこうやって振り回して、あんたあれだ、持って歩いてみて、こういう感じに止める時もあるんですよ、うん、こういう感じにね。これはまあ今あってもなくてもこれは同じだけどね、うん、はいはいよ、はいはい、もうはいだけでわかるんだね。もう今度はね、次ってもう今もう何も喋らなくてもいいようになってきましたね。AI がうちに新しい AI が入ったので、うれしいとか言わなくても、うん、はいだけでわかるんだね、うん。今あんた最新技術が入ってんね。意外とねこれあれなんですよ。入るんですよ土。こうやってやると。なんで山の土はね、山の木はさ、うん、なんか普通の細かい土で埋まってるけど、あ、なんでこの盆栽はね粒々で使うの？山の土はね、山はさ、うん、無限に土がね根伸びるとこにどこにでもあるわけでしょ、うん、そうするとさ、水がね、うん、根元に行かなくても、うん、先の方の根でもってね遠くから引っ張ってくるわけさ水、うんうんうん、鉢の場合は決まったとこでしょ、うん、それがさ根がこの辺しかないんだから一番働くの、うんうんうん、そこがいっぱいになっちゃったらもうあれでしょう、水が送る水がね、うん、大体においてさ自分で持って保てなくなるから、うん、で結局山はさ行こうと思ったらどこにでも土あるし、うん、で好きなとこ行けるわけでしょ、うん、でも山にある木はなぜ強いかったら自分で探すからさ、うん、こういう木は自分でなんか探せないんだから、うん、人間が全部 やってやらなきゃならないでしょ、うん、だから大事にしてやらないと、これ山と同じ環境なんだよこれで、うん、だから植え替えしなきゃ必ずおかしくなるでしょ、何年間にいっぺんね、うん、水が掘りやすいようにつぶつぶ使うの？ああもちろん水が取りやすいようにつぶつぶだし、うん、こういう山抜きだったら自然にザーッとどっかに流れていっちゃうでしょ、うんうん、これはね水やってもさここの水がどっかに逃げるっちゅうことがないんだよ ね、うんうん、だね、いっぱいになってきたら浸透するもんね、浸透しちゃう、そうするとその水ってさ根ってね、うん、腐った根ね今度は植え替える時にね黒いとこ匂い嗅いだら分かるわ、うん、ドブの匂いするから、うん、それはもう完全に真っ黒になっていくから分かるけどね、うん、この今の根見たら分かるけど、こういう根は全然これ本当の素晴らしい根なの、うん、これ枯れてるとこれ真っ黒になっててね、匂い嗅いだらねドブの匂いがする、うん、ドブの匂いなんて今の人知らないかもしれないけど、うん、自分の足嗅いでみればいい一応ねこれでね、はい、今回さやってみてね、俺はもう日々こういうの変化するからね、うん、毎年今度いろいろね出てきたら今度鉢を変えたり木の位置をこう変えてみたりしてね、それもまた面白いもんですよ、うん、もっとぐーっと小さくしてもいいし、もっと上に伸ばしてもいいし、うん、これ上に伸ばすのはね意外とね、こういう木っていつも言ってるように上の方が元気いいっていうふうに言ってでしょ、うん、だから黙ってたら この辺ばっかり大きくなるから、うん、そしたら伸ばそうと思ったらこの辺にスーッと上がるからね、うん、そしたらスマートでスーッとした木になるし、はい、ちょっとこの木の自体にしては葉が張りが多いのね、うん、それはやむを得ないんだよね、強制的にこう作っちゃったんで、うん、そのうちにこういうどっぱらから出てくるやつでもう一回こう仕立て直ししてね、だからもう年々良くなります、はい、こういう感じで完成です、はい、ちょっと回してみます、はい、こんな感じね、これまあ最初からの姿から見たら相当イメージアップしたと思うんだよ、はい、はい、こう一回りしました、はい、はい、一応完成、はい。